中原雅投手、はい、フレッシュオールスター選出おめでとうございます。ありがとうございます。推薦していただいてすごい嬉しい気持ちでオールスター、フレッシュオールスターでは、頑張りたいなと思います。あまり行ったことがないというかわからないので、おすすめというか食べることが好きなので、美味しいものなどがあったら教えていただきたいです。初めて戦う選手もたくさんいますし、初めて一緒に同じチームで野球する選手もいるので、いろいろな学びをたくさん学びながら、投げるときは三振を狙って、投げたいなと思います。ちなみに MVP は狙いますか？取れるように頑張ります。選ばれて嬉しいなという気持ちもありますし、まあ、なかなかこう想像しづらい。去年だったら友杉さんとか選ばれてたと思って、まあ、楽しみだなとは思います。まあ、でも高校の数少ない遠征の中で豊田秀道さんと試合やったことがあるので、そこで遠征行ってて豊田秀道さんの印象が大きいですかね、自分の中で。まあ、ジャパンだったりでいろいろ面識ある選手多いので、再会もう一回して、そういうのは楽しみだなと思います。活躍は分かんないですけど、本当に数少ない人が経験できるとは思うので、たくさん自分の苦手なコミュニケーションを取って友達増やせたらいいなと思います。フレッシュオールスター選手おめでとうございます。ありがとうございます。打撃で少しはまあしっかりアピールできたんじゃないかなと思います。初めて行くんで、食べ物とか観光地いいところあれば教えてほしいです。タイガースの山田修也とはその高校時代のジャパンの時から仲良かったんで、まあ、久しぶりに会えることを楽しみにして頑張りたいなと思います。まあ、同じチームメイトにライバルの上田清さんいるんで、超えれるような結果を出して、で MVP も取って、で清さんを超えるような存在になりたいと思います。ありがとうございます。フレッシュオールスター3年連続、ズーちゃんも行くってことなので、今の心境どうですか？お、ズーちゃん嬉しそうですね。うん、姫路で食べたいものとか行きたい場所とかなんかありますか？あるんですか？うんうん。あ、食べ方まで細かくこだわりあるんですね。フレッシュオールスターのズーちゃんの意気込み。うんうん。ズちゃんも姫路楽しんできてください。いってらっしゃい。